はい、今度は、営業の教科書ナンバー14ということで、14回目ですね。はい、今日お伝えしたいことは、メルマガでもちょっと書いたことではあるんですが、メールの印象をいかに変えるかっていうことで、ですね。で、まあ、基本的にメールでも電話でも何でもそうなんですけど、何ちょろっと言いました。お客さんは、基本的に感情で買い物をしているので、なんていうんですかね、ポジティブな気持ちの時に買い物が起こると。なので、いかにポジティブな気持ちにさせるかっていうところ、いかに買ってもらうかみたいなところよりも、まずは前向きな気持ちにさせるっていうことが大事ですと。で、前向きな気持ちにさせるために何ができるのかっていうのは、もう基本的に前向きな言葉を投げかけていくしかないということですね。なので、今日はメールで、まあそういう言葉でどう伝えればいいんだろうということを伝えできればと思います。で、ここ最近ちょっといろんな資料請求したりとか、まあ展示会にも、まあ出展者ですけど、いろんなブース回ってきて名刺交換して、お礼メールとか来るので、まあいろんなメールを、まあ、結構もらってると。ここ最近他社さんの営業で行くと1日30通ぐらいですかね。メールが届くんですが、まあ機械的。なんか語尾でですよねみたいなことを言ってみたりとか、なんかそういう表現してる人たち、まあもちろんそれが悪いわけじゃないんですけど、なんかそれだけの人とか結構多いなという印象です。まあそれだと全然感情が伝わるわけではないので、語尾変えました。以上。なんとかですっていうのはですよねって言っただけなので、まあ、なんか勝手に親しみを込めてるつもりみたいな感じにこっちとしては思ってしまうと。じゃあ何を伝えれば相手が前向きな気持ちになれるのかっていうことで、メールの中で伝えていただきたいのは、もう基本テンプレートでも何でもいいんですが、次 3行ですね。自分の感情を加えるメールを書いてほしいなというところです。これも追伸とかでもいいです。私追伸とかで書くときには、千葉の企業とかだったら、私の地元でなんか一瞬できたらすごくワクワクしますとかですね。もともといた新橋のオフィスが新卒一番最初の時のオフィスだったんですが、私が新卒の頃のオフィスとめちゃくちゃ近いですねと、近くに行くの楽しみにしておりますとか、打ち合わせ後とかであれば、今日はすごく勉強になるお話を聞かせていただいてありがとうございましたとかですね、勉強になるとかありがとうございますっていうのが、まあ、感情の気持ちですね。なので、いかに前向きな言葉っていうのをまあ、さらっと、まあ、2、3行で OK なので加えられるのかっていうのがポイントですと。で、ぜひですね、自分のメールの中にそういった感情を表現する言葉が入っているのか、ポジティブワードが入っているのかっていうのをぜひ確認をしてほしいなと思ってます。で、今日はですね、ポジティブワードの一覧ということで、まあ、いろいろ言葉を並べてみました。なんか思いつく限りバーッと書いてたら何語あるのか分からなくなりましたが、もう少しまとめて、整理をしたものはまた配信したいと思いますが、自分のメールにですね、こういう言葉が入ってるのかどうかっていうのを一度確認してみてもらうといいかなと思います。機械的なアナウンスだけだとこういう言葉入らないんですよ。お世話になっております。投資家シフレの笹田と申します。本日はお打ち合わせありがとうございました。ぜひ前向きにご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたしますみたいな感じで、全然ただただお礼メール、業務連絡に過ぎないようなレベルのメールを送ってしまうことが多いので、私がメールを送るときには必ずこういった言葉が一言でも一文字でも一単語でも入ってるかっていうのを確認するようにしています。で、結構チャットツールとかでも意識しているのは、こういう言葉がまあ随所に入ってるかっていうところですね。本当に業務連絡だけになってしまうと、こういう言葉が入ってこないので、これはもう新規営業でも既存営業でも何でもそうなんですが、お客さんとの関係を強化したいなと、もっと仲良くなりたいなと思った時には、ぜひ自分のポジティブな言葉を相手に投げかけるっていう意識を持っていただきたいなと思います。本当にこういう言葉が入ってるか入ってないかだけで、メールの印象って全然変わってくるので、本当ちょっとしたことなんですよ。2、3行なんでも20秒あれば十分書ける内容だと思うので、ぜひ自分のメールにこういったポジティブな言葉が入ってるのかどうかっていうところは意識してもらいたいなと思います。はい、今日の教科書内容については、メールの印象を変えるためにポジティブワードの使い方ということで、2、3行、こういった言葉が付け加えられるような文章を追記する。で、必ず自分のメールの中にこういったワードが一つでも入っているかっていうのを確認してくださいということでした。ぜひ、今週も頑張っていきながらですね、こういったことも意識してもらいたいなと思います。今日は
以上です。